え、2歳の息子に1600万のフェラーリ、これはないでしょ。これは本当ですね。ちょっと待って、ちょっと待って、え、うん、おじさんよく分かんなくなってきたぞ。いや本当ヤバカだったなって今思うんですけども、はい、大人になった時に車がないと困ると思ってそれで買っちゃったんですよね。ネットとかで、はい、なんかふざけんなみたいな感じで叩かれて、はい、あ、やべえ叩かれちまったということで、うん、はい、とりあえず売りました。え、売ったの？売りました。もう売っちゃいました。え、一回も乗ってないでしょ。だったら2回ぐらい乗ったかなって感じで。1600万でフェラーリ買ったらいくらで売れるんですか？はい、1150万ぐらいで。500万損するんですか？そうですね、1回乗るのが250万ですか？